また来てくれよな。さあ、行くぞ。あいつに接近する巨人を残らず排除しろ。我々の命と引き換えにしてでもエレンを扉まで守れ。やってやる。今日こそ人類の勝利を。ぶっ殺す。邪魔はさせない。エレンを信じよう。きっとやり遂げてくれる。以上好き勝手されてたまるか。巨人め、こっちに来い。ほら、早く来いよこのノロマ。
あなたを無駄死ににはさせないから。思えない動きだ。どんな訓練を積んできた。巨人に勝ったよ。あれは自由の翼。おいガキども、これはどういう状況だ。ち、手の空いてる奴は来い。これは調査兵団、敵外調査から引き返してきたんだ。この状況の説明を聞くのは後回しだ。先に壁内の巨人どもを片付けねえとな。おい、そこの訓練兵、
てめえはまだ余力がありそうだ。手伝い。残りの者はこっちを手伝ってくれ。イエーガーを安全な場所に移すんだ。救援要請か。無視はできねえな。これがあれば。よし、また討伐数を稼げたな。まだ戦えるならさっさと行け。救援要請に助けに行かないと。拠点は確認。値上げして巨人の総統に当たれ。来るのが遅えぞ。クソでも長引いた。雑談してる場合じゃないだろう。早くこの状況を何とかしないとね。私もなかなかやるでしょ。兵長、俺に任せてください。その子は訓練兵だよね。雑談してる場合じゃねえと。さっきてめえが言ったんだろう。ああ、そうだった。ごめんごめん。邪魔だ、どけ。兵長、一生ついていくっす。救援要請に助けに行かないと。エレンのやつ立派にやり遂げたな。今度は俺たちの番だ。行くぞ、やってやる。駐屯兵団の増援か。兵長、ここは俺だけで十分です。ずいぶん張り切ってるじゃん。兵長、すみません。こっちはもう大丈夫です。仲間の救援を最優先とする。
状況はどうだ。そっちも無事みたいだね。兵長、ここは俺に任せてください。どんな訓練をすれば兵長のように戦えるようになるんだ。
でようやく話が聞けそうだな。おいガキ、このトロストクで何があった？壁内に残っていた巨人の駆逐は完了したようです。壁に開いた穴は大丈夫なんでしょうか？心配ない。すでに駐屯兵団工兵部が封鎖作業を開始している。駐屯兵団には多大な負担をかけてしまった。力になれず申し訳ない。いえ、加勢いただき感謝いたします。我々だけでは今頃は。リヴァイ、ご苦労だった。ねぎらいの言葉ならまずそこのガキにかけてやれ。新兵か？穴を塞いだエレン・イェーガーと同じ104機の訓練兵です。エルヴィンは見てなかっただろうけど、卒業したての訓練兵とは思えなかったよ。そうか、よく恐怖に耐えて戦ってくれた。いや、本当によく働いてくれたよ。君はいい兵士になると思うな。巨人化したエレンが壁の穴を塞ぎ、ウォール・ローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。しかし同時に、人類に味方する巨人の存在は壁内に大きな衝撃をもたらし、さまざまな議論を巻き起こす。作戦終了後、エレンの身柄は憲兵団に預けられ、ダリス・ザックレー総統が決裁権を握る特別兵法会議にかけられることになった。ことの顛末を知る彼は傍聴人として特別兵法会議に出席する。エレンの処刑を望む憲兵団とエレンの力を利用しようとする調査兵団の議論が、憲兵団をはじめとする保守派に傾きかけた時、彼はエレンの思わぬ言葉を聞くことになる。あなた方は巨人を見たこともないくせに何がそんなに怖いんですか？力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか？生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ！この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ！構えろ！はっ！これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし、こいつは巨人化した時力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれない。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。
総統、ご提案があります。なんだ。エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこだ。エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう、できるのか、リヴァイ。殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェーガーは調査兵団に託す。皆聞いていると思うが、先日の特別兵法会議の決定を受け、彼を正式に調査兵団に迎えることとなった。エレン・イェーガーです。よろしくお願いします。私はエレンが人類にとっての希望であると確信している。それを早急に証明することが我々の当面の目的である。なお、彼はリヴァイ兵士長の管理下に置くことになっているが、その他の体制はこれから決めることになる。以上だ。あいつはなんで。ああ、ほら、調査兵団は慢性的な人手不足だろ。君が来てさらに忙しくなりそうだから私が借りてきたんだ。しかし分隊長、正式配属前の訓練兵を使うというのはまずいのでは。上にはちゃんと話を通してあるから心配はいらないよ。エレンも同期がいた方が気が楽だろうと思ってね。ええ、そうですね。調査兵団は変わった人が多そうだよな。お前がいてくれて。そういえばお前、ハンジさんに指名されたって聞いたぞ。訓練成績が高いやつは他にもいるのに、なんでだろうな。その冗談、面白くねえよ。とにかく、俺はもともと調査兵団に入るつもりだったし、ここでやれるだけのことを。お前がいつまでここにいんのかわかんねえけど、しばらくの間よろしく頼むな。あんたはどう思う？仲間の死は無駄にはしない。あなたはどう
思う？ごめん、手当てまでしてもらっちゃって。ありがとうクリスタ、助かったよ。ううん、気にしないで。二人ともこれからはちゃんと気をつけてね。女神様、眩しい。あれ、あなたはどうしたの？うん、さっきの訓練で怪我しちゃったみたいで。しかしクリスタは俺たちのことをいつもよく見てるよな。すげえと思うよ。私あんまり戦闘は得意じゃないけど、こういうところならみんなの役に立てるかなって。うん、私もそう思う。みんなで助け合えたらそれが一番だよね。でも今の私には大したことなんてできないし、もっと専門的な処置が学べればいいんだけど。なら駐屯兵団の診療所に行ってみるのはどう？人手が足りなくて手伝いを募ってるって聞いたよ。駐屯兵団の診療所か。そういえば行ったことなかったな。その話長官に詳しく聞いてみるよ。いろいろ覚えてこられると思うし、期待しててね。なあ、お前も行ってきたらどうだ？クリスタを見習ってさ。本当？じゃあ一緒に頑張ろうね。あ、いけない、私はそろそろ戻らなきゃ。アルミンとジャンはもう無茶しちゃダメだからね。今随分と派手に投げられてたな。悪い、まだ加減ができなくてよ。大丈夫か？お前にこの技をかけんのは初めてだったよな。悪かったよ、反省してる。もともとは兄の技なんだ。あいつ時々見たこともねえような動きすんだろ。もしかしてお前もこの技に興味あんのか？ならちょっと兄んところ行ってみるぞ。何のよ？なあ、お前の格闘術もう少し教えてほしいんだけど。できるようになりたきゃ自分で見て学んだらどう？いいよ。もう行っていいかい？おい、大丈夫か？まったく兄のやつ、何考えてやがんだ。あいつは兵士として協調性が足りなすぎる。ああ、確かに兄って正直何考えてんのか分かんねえところがあるよな。エレンもあなたも兄には注意した方がいい。
おい、大丈夫か、アルミ。さっきの訓練はちょっとつらかったけど。無理しないで、アルミ。今、水を汲んでこよう。なあ、そんなんで大丈夫かよ、アルミ。お前にはやっぱ技巧の方が向いてると思うんだが。おいおい、アルミ、お前に脱落されたら私が困る。トロイおとり役がいなくなると面倒だからな。ちょっとユミル、そんな言い方しないで。いや、いいんだクリスタ、本当のことだから。でも必ず何とかする。お荷物なんてごめんだからね。おい、アルミ。ちょっとでも体力をつけようと思って寝る前に走り込みをするようにしてみたんだけど、なかなか成果が出なくて。そんなことないよ。ちょっとでもみんなとの差を埋めなきゃって思って。ねえ、君に一つ頼みがあるんだけど、よかったら僕の体力作りに付き合ってくれないかな。本当？嬉しいよ。ありがとう。君と一緒なら頑張れる気がするよ。何か食い物か。お、よ、何見てんだ。やっぱりそうだったか。俺は気になってるわけじゃねえぞ。ただあいついつも自分のことよりエレンエレンだろ。そういうのなんか危ういっつうかさ。おっと、
訓練が始まる時間だな。行こうぜ。ったく、対人格闘術が何の役に立つってんだ。おい、真面目にやるよ、ジェン。ごめんなさい。私のせいであなたを傷つけてしまった。そうだったかもしれない。あの時エレンとジャンが言い争っていたから気になってしまって。お詫びに何か私にできることがあったら言ってほしい。本当にごめんなさい。前から思っていたが、もう我慢できん。君はもう少し愛想よくしたらどうなんだ。ギャーギャーうるさい。そんなの俺の勝手だろ。ちょっと二人とも、その辺でやめておこうよ。そうだよね。ほら、ああ言われているし、二人もそろそろ。お前ら何やってんだ。兵士がガキみたいなつまらんことで喧嘩しててどうする。ライナーか。お前、悪かったな。さすがライナー、ありがとう。困ってたんだ。ベルトルト、お前は兵士としての実力はあるのに、喧嘩一つ仲裁できずにどうすんだ。俺たちはいつか一緒に故郷に帰るんだろう。こんな調子でどうする。そんな、いや、ライナーにああ言われて当然だ。自分でも臆病なことは分かってるんだ。ねえ、お願いがあるんだけど。僕がもっと自信をつけられるよう力を貸してくれないかな。ありがとう。恩に着るよ。面倒なことを頼んでごめん。どうかよろしくね。村のみんなには俺みたいなチビに兵士は無理だって言われてた。しかし俺は天才だった。立体起動装置もすぐに扱えたしな。天才ね。よく言うぜコニー。立体起動術はかなりのもんだが、座学はいまいちじゃねえか。それに
コニーはたまに作戦を誤認していることがある。そういうミスは危険。うるせえ、そこら辺はこれから何とかするんだよ。お前からも何か言ってやれ。コニーにあんまり調子に乗られても困るだろ。座学がダメなのは認めろってことか。だから分かったっての。よし見てろよ、いつか必ずお前ら全員に俺が天才だと分からせてやるからな。はいはい、好きにしろよコニー。能力を高めるのは悪くないけれど、あなたはどう思う？だよな、俺を分かってくれるのはお前だけだぜ。応援よろしくな。ジャンもミカサも後で吠え面かくなよ。見てやがれ。訓練は楽勝だったな。お前に俺の斬撃の鋭さを見せたかったぜ。ねえねえ、坊主頭で背が低いけどすごく強い兵士がいるって噂を聞いたんだ。もしかしてお兄ちゃんのこと？ああ、俺のことだ。とっても強いんだぜ。最強って言われてるリヴァイ兵長ぐらい強いんだね。ああ、そうだぜ、もちろんだ。俺はリヴァイ兵長の後継者って言われてんだ。人類最強の後継者？かっこよすぎるよ。お兄ちゃんに会えたこと友達に自慢するね。しまった、つい調子に乗って嘘ついちまった。さすがにこれってまずいよな。なるほど、それもそうか。いやいや、あの子が他の兵士に聞いたらバレちまうだろうが。こうなったら仕方ねえ。あの子にバレる前に期待通りの実力をつけるんだ。お前も手伝ってくれよ。ありがとうよ。こんなこと言いふらされちゃ困るもんな。お前は口が固そうだし、うってつけだ。お前が一緒に頑張ってくれるならやる気も出るぜ。よろしくな。
今の動きやりますね。私あなたの立体軌道が気に入りました。ありがとうございます。あなたの動きも獲物を確実に追い詰めるような狩人っぽさを感じます。そうだ、いいことを思いつきました。私と一緒に狩りをしませんか？あなたならすぐにでも獲物を捕らえられますよ。え、やってみましょうよ。私がみっちり教えますから。決まりですね。あー、楽しみです。これからはちょくちょく誘いますから、力を合わせていきましょう。さすがに立体軌道には慣れたけどよ、今日の訓練は結構きつかったな。おいおい、お前ら見てられなかったぞ。少しは俺の立体軌道装置の扱いを参考にしてみろ。まあ誰にでもできるってわけじゃねえんだろうな。おいじゃん、教えてくれに来たのか、それとも自慢しに来たのか。うぜえな。誰がうざいって？才能ねえからってひがむんじゃねえ。エレン、どうしたの？ミカおい、エレン、立体軌道の話だったな。コツなら教えてやるよ。また喧嘩してるのかと思ったけど。そんなことねえって。俺は親切だからな。エレンもそっちのお前もまとめて面倒見てやるよ。はあ、俺はお前に教わりたくなんかねえよ。そうだな、それがいいな。人数が多い方がいろいろと教え合えるしな。エレン、怪我してる？すぐに手当てしないと。早く来て。はあ、こんなんかすり傷じゃねえか。おい、ミカサ。あ、立体軌道だって？そんなの今度でいいだろう。自主訓練ですか？偉いですね。そういえばあなた、最近ジャンと仲がいいみたいですね。ジャンといえば、ボッツ、あの話を知っていますか？なら、教えてあげますよ。少し前に同期のみんなと家族の話をしていたんです。私の父は狩りが得意とか、コニーには妹と弟がいるとか。で、ジャンは直接聞いたわけじゃないんですが、お母さんにすごく可愛がられてるらしいんです。意外ですよね。傑作だったのはジャンが部屋にいたら突然お母さんがドアを。
サシャ、なんでお前がその話を。くそ、言いふらしてんじゃねえよ。別にいいじゃないですか、喋っても。おっと、私用事があったんでした。あの芋女。おい、サシャに何を聞いたか知らねえが、全部デタラメだからな。おう、ならサシャのところの狩猟話がいいな。驚かされることばっかりだぞ。くそ、誰がサシャに喋りやがったんだ。とにかくあいつの言ったことなんて信じるんじゃねえぞ。あなたの意見は？